じゃあご飯食べようと思います。今日も今日行くのはあそこのミカサっていうね、うん、沖縄定食みたいな感じなんですけど、ここのちゃんぽんが美味しいらしい、うん、ちゃんぽんって言ってもね、うん、もう沖縄のちゃんぽんってちょっと普通のちゃんぽんって言っても麺じゃなくて、ご飯の上になんかね、うん、野菜炒め、卵とじ野菜炒めみたいなの乗っかってるのが沖縄のちゃんぽんって言うんだけど、ここのミカサのちゃんぽん、ミカサ風のちゃんぽんっていうやつなんだけど、うん、そこはちょっとなんかひき肉とか刻んだ玉ねぎが入ってるそうなんでね、ちょっと違う、うん、もうらしいんで、まあ、僕は結構何年前に1回来たんだけど、なんかお店もね、新しくなってちょっと移転して、うん、すぐそこにね、前俺がゴーちゃんと食べたりしたミカ、うん、ミカドっていう名前そっくりの名前のね、うん、それもまた有名なね、沖縄料理屋があるんだけど、はい、そこのすぐ裏らへん、はい、じゃあここにちょっとじゃあ、ちゃんぽんミカサ風食べに行ってみよう。はい、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 あー、これですね、ちゃんぽんミカサ風スープ付き、おすすめ人気ナンバーワン、650円、ひき肉と玉ねぎを炒めて卵とシンプルな料理です。下はご飯になってます。ご主さんに続くミカサのオリジナルちゃんぽんです。よし、じゃあ俺これにしよう。他にもね、いっぱいメニューあるんですけど、うまそう。来ました、ちゃんぽんかっこミカサ風650円。なんかね、匂いはめっちゃカツ丼の匂いで、甘辛いい匂い、ほんとひき肉と刻んだ玉ねぎの卵とじご飯だ。で、味噌汁で、おちょこはね、あの牛肉のなんだっけ、そうだ、生姜焼きしました。定食ね、750円で、おちょこ定食のご飯にね、あっちのカウンターの方にね、いろいろ卓上の調味料あるから、 そこにね、あのマーガリンもあるんだよ。ご飯にこうマーガリンベアってやって食べたりするの。あと黄色いたくあんとかもあるし、なんか乗っけてくる？はい、持ってきました、マーガリンと。よし、じゃあ食べてみよう、ちゃんぽん。いただきます。うん、うまい。玉ねぎシャキシャキだ。ほんとひき肉と玉ねぎカツ丼の感じ、甘辛くてうまい。これさ、普通のさ、ちゃんぽん別のところで食べたんだけどさ、ほんと野菜炒め丼みたいな感じだったからさ、そこまで好きじゃなかったけど、ここのはなんか食べやすくてうまいわ。食べる？あー、親子丼、うん、うん、ちょっとちょうだい、牛肉の生姜焼きの、うん、そしてマーガリンライス、うん、うめえ、うまいな、うん、ね、やっぱ合うな、マーガリンとご飯、体得感あるわ。これほんと前のね、古いとこも前のミカサでのっていつもマーガリンたっぷりつけてご飯食べてたわ。うんめ、マーガリンご飯、はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。美味しかった。やっぱこれ沖縄の食堂ってうまいな。なんか他のもやっぱ食いたくなってくるな、ね、一個食ってうまかったから。あの隣のステーキも食べてる。ああ、ハンズもね、すぐそこにあるからね。よし、ごちそうさまでした。ミカサでした。ミカサのちゃんぽんでした。あ、栗を植えてる。こっから生える、栗の木が生えると思ってるのかな。栗じゃないのか。そしてここにヤギがいるんですね、住宅街に。君がナナちゃんかわかんなくねえだよ。 T シャツも売ってるよ。で、なんか人気なんだろうね、姉妹戦略。めっちゃかわいい。別にこれはさ、隣がこのさ、ヤギ飼いたい、食堂酒場獅子屋だけど、ずっといるから、獅子ゆうか、ずっとこのヤギたちはいるから、テルちゃん、テルちゃん食用じゃないのかな。で、あっちにいつもね、ちっちゃい赤ちゃん
のチビちゃんがいるんだけど、こっち来ないんだよな。あ、かわいい。出てくるの？出てきてくれたな。なんか緑じゃん、頭。あ、かわいいね。嫌なんだ。じゃあね。かわいい。ヒゲやば。かっこいい。はい、今日も飯食い行こうと思います。今日行くのはね、あのね、二郎系なんですけども、前にあの夢を語れっていう、ちょっと今中にいるんですけど、中がちょっと離れた方にあったね、あのラーメン二郎系のね、いや、あの夢を語れってね、いっぱいあの内地にもいっぱいある二郎系ラーメンのね、有名なチェーンがあるんですけど、それのあの同じ系列で歴史を刻めっていうののあの二郎系ラーメンのお店が那覇にねあるんでね、もう本当松山っていうねところら辺なんでね、国際通りからも歩いていこうと思ったら来れるぐらいのね、いいアクセス、俺的にはアクセスがいいところにあるんでね、ちょっとそれをこれから行こうと思うんですけど、そこがね、あの持ち込み自由で、調味料とかご飯とか何でもマヨネーズとかそういうものをね、持ち込み何でも自由みたいな触れ込みがあったんで、今回このねタッパーに生卵入れて持ってきました。生卵つけて食べたりもねしようと思います。はい、じゃあ早速その二郎系ラーメンの歴史を刻め松山店に行ってみようと思います。あ、ありました、歴史を刻めラーメンファンクラブ松山店ですね。松山っていうのは本当歓楽街、あの東京でいう歌舞伎町みたいなところでね、キャバクラとかいっぱいあるところですね。はい、ここら辺、あっちの方とかいっぱいあります。よし、じゃあちょっと食べてみよう、歴史を刻め。はい、じゃあここからちょっとね、後からナレーションで声を入れていきます。まず店内入ったらこんな感じでね、カウンターだけの席があって、奥にこうやって券売機があるんで、ここにまずお金を入れて、でラーメンとあと汁なしもあったりするんですけど、まあ今回はラーメンをね、おそろくて選びました。900円、まあ900円、まあまあ安くはないというか、まあしますね。はい、900円のラーメン選んで、でセルフなんでおしぼりを取って、セルフでコップに水を入れて、あとレンゲとねお箸も取って着席すると。ちょっと間違えてレンゲ2個取っちゃいましたね。で席着席したら、まず麺の量聞かれますね。今回僕波にしました。でなんか辛いのにするかしないかみたいなの聞かれたんですけど、普通のにしました。でこうやってあの持ち込み OK なんでね、家から持ってきた卵を準備しつつ、でこの前にね看板みたいなこんなんがあって、麺の量がねまずこうやって書いてあって、小波大選べましてね、まあ波にしました。で、あとこれですね、持ち込み OK ですよっていうのでね、書いてあって、これ例でお酒、マヨネーズ、牛丼とかね、こうやってお酒も持ち込んでいいっていうのがすごいですよね。はい、でこんな感じで待っていると、はい、来ました、ラーメン並900円。まあそうっすね、なんか丼はね思ったよりもちょっと少し小ぶりでしたけど、はい、ですごいですね、このうまそうっすね、油しっかりとって、あのもやし、野菜はもうほぼもやし、全部もやしなのかな、わかんないけど、これまずもやしの野菜から食っていくんですけどね、このもやしがねうまかったっすね、クラッとしてね、しっかりこの上に乗った油とかね、タレも相まってうまかったな。で次チャーシューね、これも本当ででっかいのが2枚入ってね、丸いのが繊維質なところと脂身もあってね、うまかったですね。ホロホロとかホロホロでしっかり噛み応えとか噛み応えあって、これ本当うまくて、野菜がガンガン吸いましたね、もやしが。はい、あとこの麺のね登場ですね、これがねやっぱね、しっかりやっぱちょっと太めのこの二郎の麺っていう感じで良かったですね。ちょっとね食った感じ、このねあのもちっとした感じ、あの硬いっていうよりもちょっともちっとした感じでね、うまかったですね。やっぱ二郎食ってて一番ね、僕的にはテンション上がるのはこの麺食ってる時ですからね。やっぱ野菜はオードブルみたいな感じで、あの麺とメイン、麺がメインでね、この麺とねチャーシュー一緒に食ってる時ね、ほんとね幸せなんですよね、うまくて。でしっかりこうたくさん取ってね、こうかぶりついてる時、本当にうまそうだな。で次はスープですね。このスープもこんな感じで、結構この背脂もね形が残って浮いてるみたいな感じでね、脂もあって、これうまかったですね。なんかどっちかっていうと甘い二郎っていうよりも、そんな俺的にはそんな甘さがめっちゃ強いってわけもないですよ、ない感じなんですよね、この夢を語れ系って。他にも何店舗か行ったことあるんですけど、でこれ持ち込み OK で持ってきたね生卵、これをですねちょっともう味変じゃないですけども、ちょっとこれも使って食べてみようと思うことでね、控えめにちょっとテーブルの角で割って、でしっかり黄身を混ぜて麺をすくってくぐらせていく。これ普段あんまそんなにやんないんですけど、この生卵でかけて、今回ちょっと持ち込み自由なんでねやってみましたね。はい、こんな感じで麺を絡めて、でズズッとするとね、うまいっすね。やっぱこれもねまろやかな感じになって、でも結構卵の味が強いんでね、ちょっとしょっぱみが足んないなって俺思っちゃうんで、ね、卵つけてくると結構こういう時はこういう感じでね、レンゲで後から追いでスープもあの飲んで楽しむって感じですね。でこのね動画には撮ってないんですけどね、このあの卵黄、あの卵溶いたやつ、これをですねあの後からスープに入れても美味しかったですね。スープがまろやかになって甘くなってね、なんかすごいちょっと味変になってうまかった。いやーうまそうだ、ほんとね
こうやって編集しててね、一番二郎系のラーメンをね、編集するときは一番腹減ってね、食いたくなってくるんですよね。ちょっとこのアフレコしたる今、今日この後行こうかなってマジでね、真剣に思っちゃう、思っちゃってますね。はい、うまそう。いや、こんな感じでね、はい、美味しいラーメン食べ進めてきました。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。全然あれだな、波足んなかったの。台で行けたな。最近ちょっと俺食いまくってだいぶ食いしん坊モードなんで、全然台で行けたわ。いや、美味しかった。麺もね、なんかツルツルっとした感じで、わしわしって感じよりもツルっとした感じ で、スープうまかったわ。チャーシューもね、すごい大きいの2個入って、でわしっとしたものと脂身がバランスよく入ってて、で、あれもうまかったわ。野菜うまかったわ。で、背脂がね、結構たっぷり入ってるんで、野菜進んだわ。いや、ほんと野菜増しか大盛りすりゃよかったな。いや、ほんとでも改めて普通にもうあんぐらいのレベルの二郎系が普通にもうここら辺の沖縄でも那覇でも食えるようになったんだな。もう2店舗あるんですもんね、あっちの夢を語れた歴史を刻めで、まあ、他にもね、二郎系ありますけど、前本当俺ね、7、8年かそんぐらい前行った時は本当ね、なんちゃってみたいな二郎系ぐらいしかなくてね、本格的ではなかったんでね、本当今いいわ。家系もあるし、はい、というわけで、歴史を刻め、松山店行ってきました。はい、ごちそうさまでした。お仕事です。カタツムリだ。沖縄のカタツムリでかいですからね。マイマイ、なんとかマイマイ。あ、アフリカマイマイですよね。珍しいですね。でっかい。行ったら道で結構、はい、いっぱいいますよ。雨の日の後。あ、やっぱ雨の日の後の方が多いんですよ。やっぱそれは、こんな干からびちゃないんですかね。昔はね、はい、結構多かったけど、最近少なくなってますね。あ、減ってるんですね。はい、このでっかい貝は貝なんですかね。どこから持ってくるんですかね。最初の頃、はい、もう何十年も前、70年前ぐらいに、はい、うちのおばあちゃんたちに聞いたら、食料として、はい、アフリカから輸入されて、あ、で、しばらくしたら増えすぎて、でも食べる人いなくて、あ、最近はなんか毒素も強くなってきて、そうですよね、あんま触らない方がいいみたいな、触っちゃいけない、触っちゃいけないって言われて、最初の頃のは無害で、あ、なんでもなかったらしい。へー、アフリカマイマイがいる。カタツムリ、カタツムリの大きいやつ。昔はね、おばあちゃんたちに聞いた話だけど、食べていたよ。でもこれめっちゃ毒あるんじゃないですか。今最近はね、毒素が強いから触ってもダメ、食べちゃうもんね。あ、なんかあの、デザインソースでこんな大きいの。あれ、大丈夫かこれ。ああ、よかった。死んでるかと思った。ごめんごめん。ああ、絶対日向ぼっこだ。